暑いですか。普通に暑い。ちょうどいい温度なのかな。天気良かったらあれなんですよね。あの足湯とかも全然。あ、まあ、この時も風情があっていいですよね。足湯だとあの座って足つけるからその下が濡れてるとちょっと、はい、ああ確かに、二の親神宮さんですね。二の親さんがいっぱいあるんです、はい、そうですね、ここら辺の特産っていうか、うん、歴史的な、つかみ取り、この宝石つかみ取りやってみましょうね。つかみ取り、おお、ちょっと意外と安いです。あのちょっとつかみ取りってやらせてもらったらいいですか。あ、もちろんでございます。ガブッとつかみ取ってくださいませ。はい、じゃあ、そのときです。はいはい。こちらの箱に思いっきり。結構、どうですか、量的に、まあまあそれ。あ、いい感じだと思います。あの、もう一回されてもいいですよ。一点これはもう、じゃあ、練習してっていうか、今練習だと思って。あ、いや、これ、今回これ全部これ。よろしいですか。はい。こんにちは。こんにちは。ちょっと先生、僕らに。あ、はいはい。はい。思いっきり取ってください。あ、難しいですね。出すときは難しいです。いやー。あ、僕結構。結構取れましたよ。どうされますか。これ練習だとしても大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらよかったら写真撮っていただいてよろしいですよね。はい、石の説明が書いてございます。いや、県外のイオンモール行くとたまにあったりするんで、あ、頑張ってるなと思って。もうこれで。ありがとうございます。本命はここですね。
ですね。焼きたて、ちょうど日本が出られますよ。いかがでしょうか。そうですね、出雲駅に行くのとこっちに来るのとで途中で分かれるんですね、はい、なんで便数は少ないですけどこっちまで。展示車ってことなのかな。ああ。日本最高級。レイルウェイ。電車の運転ってできるんですか、谷谷先生。いや、できないですよ。ハンドルは何なんでしょうね。うん、何でしょうね、ハンドル。アクセルはこっちありますね、普通に。ハンドルが必要なことって何かあるんですかね。しかも運転席ここなら結構離れてるんで。はい。別な人が、車掌さんとかが。手動でしょうし。下通って車で一回ゆっくり通れたんですね。来ないんで、あの、はい、託されてるだけなんで、はい。川先生が、川先生が、何？え、ペクラさんの部屋がここどうですか？いや、あ、ニコさんの40なんですっけ？40、はい、あ、まあ電話すれば分かるんで、はい。そうですか、多分、はい。ですね、さすがに。OK です。はい。参りましょう。
埋め立てていって伝わったですね、この美保神社と恵比寿大出雲大社両方を回りすると徳が高くなります。本当にですね、たくさんこの鳥居か内側境内なんですけども、鳥居か外側にある抹茶のこと境外祭壇ございます。恵比寿一千人に奉納せき、五の年明香川のマナーを、五の主を用意した念のためこんなこともあろうかと一人だけ危ないところだったらセーターとかだと平野前に正式のメンバーに出てもらう名前呼ばれると思うそうそ う, そう入ってないんだろうなと住所と名前も呼ばれますちょっとドキドキしながら誰が来て誰が先生をお願いしてるかわからないですよ、ね、4000円とか来られますので呼ばれるまで結構ドキドキしてましたさすがに呼ばれないだろうなまずですね勤務所があったでたくさんの船がですね荷物を運んでいたということもありごめんなさい。